疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それでね、今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、本来ね、昨日、友達の B の仕事の話でね、現役の役だと会う予定だったんですけどね、何か向こうの一方的な都合で今日になりました。それで今日昼、王と一緒に会いに行ってきました。今日はちょっとその話をしたいと思います。王と二人でね、待ち合わせ場所に行ったんですよ。相手の方は三人来てました。当事者、その B と一緒に契約結んでる人間ね。その人間と、それの兄貴分。まあ若い方でした、まだ。それともう一人、肩着の方で、何か会社されてるらしいんですけど、まあその方と三人で来てたんですけどね。で、まあそこで簡単な自己紹介、お互いね、挨拶を交わして、そしたらね、その肩着の人、その人が、ちょっとやりすぎじゃないですかと。660万は、安すぎますよと。ちょっとそれはあまりじゃないですかと。まあそういうふうに言ってきたんですよ。で、その時に、カバンから660万出して、パンって置きましたよ、向こうね。まあ、封筒に入ってましたけど。いや、何がですかと。あの時に、納得されて、ありがとうございますまで言って、帰っていきましたよね、と。全部、話聞いてますかと。全部聞いた上で、それ、言われてるんですかって、まあ、そんな感じで言ったんですよ。そしたら、その当事者の人間が、何を言ってるんだよ、と。半分ご利用しで、サインしろと。660万で納得しろと。そういう風に言ったでしょと。まあ、なんかそういう風なことを言ってきたんですよ。それで、自分ちょっともう笑ってしまってね。来年さん、今現役の役立されてるわけですよねと。あ、そうやと。自分が仇ですよと。仇の人間にご了承されて、ハンコまでついて、ありがとうございましたまで言うんですかと。これ録画もしてるんですよと。まあそれをパッて出したんですけど、まあそれはさすがに再生はしてあげなかったんですよ。かわいそうやからね。それで自分が、あのねと、プライドないんですかと。そんな話じゃなかったでしょと。660万で、納得して帰られましたよねと。もう一回言ったんですよ。丁寧な言葉でね、敬語を使って丁寧に言ったんですよ。そしたら、その兄貴分っていう方がね、まだ若い方ですよ。自分らより全然年若いです。その人が、金儲けにプライドは必要ないんじゃないのと。そんな風に言ってこられたんですよ。いやー、そうですかと。それでもうちは、1円ももう払う気ないんですよと。だから話を、振り出しに戻すつもりはないですって、まあこんな風にもはっきり言ったんですよ。時間の無駄ですからね。こっちは1円も払う気ないからね。そしたら、その仇の方、その方が、いや、一旦白紙に戻してくださいと。これではあまりにも値段が合いませんと。この人間が、まあ、この人間というのはその当事者の人間ね。この人間が知識が薄いと。物事の。おたくらはそういうことに長けてるんでしょと。知識があるんでしょと。それを丸め込んで、言い方はどうあれ、丸め込んで、660万で、犯行つかさっちゅうことに問題があるんじゃないですかと。ヤクザとか、仇とか、関係ないんですよと。人間のモラルの問題ですって、こんな風に言うてきたんですよ。ほうと、人間のモラルの問題ねと。そしたら、言わせてもらいますけどと。この人は、純利益の 10%。こういう最初の約束でお金を出したらしいんですよと。それを、この仕事を仕切ってた、一番メインの人間、まあ、B のことですね。その人間が亡くなって、自分の取り分から違う人間にお金が渡るようにしてあげたと。それに対して納得できないと。なんで俺じゃないんやと、それが。配分に問題があると。ごちゃ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 言い出したのはオタクですよと。それにはモラルはないんですかと。まずそっからの問題じゃないんですかと。まあそういうふうに言ったんですよ。それでも向こうは白紙に戻してくださいと。この人間は誰かがコントロールしてあげないと、ちゃんとビジネスができないんですと。
まあ、そんな風に言ってこられたんですよ、今度。で、できませんと。1円も払いませんと、今後。もうこれで話決まったことですからと。まあ、そんな風に言ったらね、その兄貴分ですね。その兄貴分が、自分の顔をじーっと見ながらね、ちょっと聞きたいんですけどね、と。おたくらも、役立されてたんですよね、と。それでこの話の B さん、B さんも役立されてたんですよね、と。そうですね、と。昔役立しましたよ、と。そういうふうに言ったらね、じゃあ、役立の顔を立てるっていうことも、もちろん知ってますよね、と。おたくらに、私らに顔を立てるっていう心はないんですか、と。今度こういうふうに言ってきたんですよ。それでちょっとね、申し訳ないんですけど、まあ現役の方に対して申し訳ないんですけどね、ちょっとイラッてしたんですよ、自分ね、その言われ方に。それで、あのね、と、これでも十分顔立ててるつもりなんですよ、と。これがもしおたくらが普通の一般の方でしたら、おいこらおっさんと、なめとったあかんだこらかすうと、どつきますとこらっつって言ってますよ、と。おたくらが現役の看板背負ってる方やから、こういう風に呼び出されて席についてるんですよ、と。おたくらがその辺の人ならこっち行こんかいと、何そんな話ごちゃごちゃ言うてきとんじゃこらと、なめとったらあかんだこらと言ってますよ、と。まあそういう風に言ったんですよ。まあ言い方はちょっと良くなかったかもわかんないですけどね。そしたらその仇の方が、まあまあまあと、まあ、間に入ってきたんですよ。それでその仇の人が、わかりましたと。もう1円も払う気ないんですね、と。ないと。じゃあ逆に、その権利、全員の権利、その B が持ってる権利、B が亡くなる前にお世話してくれてた女の人の権利、でもう一人 10% の権利持ってる方がいてるんですよ。その方の権利、それ全部うちで買わしてくださいと。全部買いますよと。それでどうですかと。今度そういう風に言ってきたんですよ。でも自分らにしてみたら、いや、相手やっての物事やから、その人らがどう言うか分かりませんと。自分らは、この方が、そのごちゃごちゃ言ってきた人間ね。この方が、ごちゃごちゃ言うから、亡くなった B の息子にね、ごちゃごちゃ言ってくるから、話をしに来てるだけで、他の方は普通にやられてる方やから、自分らが口出すことじゃないんですよ、と。だからおたくらが買いたいって言ったかって、売らないって言ったらもう話は終わりですからね、と。そしたら、一回聞いてくれ、と。全員に、いくらで手放すのか。それで金額が合えば、うちが買います、と。まあ、その方の方が言ってきたんですよ。だから、向こうはもうそれが目的だったと思うんですよ。全員の権利が欲しいと。だからいくら金額を向こうが出せるんかわかんないですよ。でも一回それを聞いて連絡をくださいと。売るとしたらいくらだったら売るのかとか、まあ、そういうことを聞いて一度連絡いただけませんかと。それで王がね、いや多分売らないと思いますよと。業績上がってますからねと。売らないでしょうと。まあそんな風に言ったんですよ。そしたらね、その兄貴分がいつまでも業績がいいとは限りませんよと。いつ人が飛び出してきて車で跳ねるかもわかんないと。いつ従業員が何人もいきなり辞めさせてくださいと寄ってくるかもわかんないと。何が起きるかわかりませんからねと、こう巻き舌みたいな感じでね言ってきたんですよ。でそれで王が、それどういう意味ですかと。何がやったるぞと、そういう風に取れるんですけどねと。それどういう意味で言われてるんですかと。そんな明日のことわからないでしょと。明日どうなるかわからんと。それも踏まえて金額売るんだったら金額提示してくださいよと。まあそんな感じで言ってきたんですよ。でわかりましたと。聞くだけ聞きますと。でも売らないって言っても何の恨みっこもなしでお願いしますねと、まあ、自分が言ったんですよ。それで王が、あのねと、今自分もこの方から660まで買った権利も出るんですよと。 10% の権利ね。少なくともその 10% の権利を手放すことは今後一生ありませんからと。だから他の方がもし売るって言ってもこの 10%、 私が持ってる 10% は男らに渡ることは絶対ないですからってだけ言ってね、じゃあ帰ろうかと
いうことで、まあ、自分らは変えるんですけど、それで O とその相手の方、いの方、その方と、まあ、連絡先交換したんですよ。で、今後、こっちの方が売る占いの連絡はお宅にしますっていうことでね、その肩の方にしますっていうことで話は終わったんですけど、まだもう1回2回ぐらいはちょっと会って話、まあ、しないといけないなと思ってます。今日はちょっとイライラとする日でした。はい、ということで今日のどうでもいいプライベートの話でした。ということで今日はこの辺にしたいと思います。